はい、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、スタバの新作いただきながら皆さんからいただいた質問にいろいろと答えていきたいと思います。今回インスタグラムで事前に質問をいろいろと募集してたんですけど、答えていただいた方ありがとうございます。それにいろいろとこうお答えをしていきたいと思います。今回ね、一緒にいただくのがね、すっごい楽しみにしてた。買ってきて時間が経ってるんだけど、こちらですね、スイカフラペチーノでございます。めちゃくちゃ美味しそうじゃない？これ皆さん食べました？すごい話題になってて美味しそうだったので。スイカスイカと、あとキウイが入ってると思いますよ、これ。キウイの風味がする。スイカの粒々感とかもしっかりなんか表現されてる感じですね。めっちゃ美味しい。ちょっと甘めのスイカって感じかな。あと、スタバ食べますって言いながら、私どうしても食べたいものが今日あって、それ買ってきました。ドールのミヤノサンド B ですね。エビとかサーモンが入ってるやつ。いただきまーす。うん。あのね、みんなにね、話ししないといけないことがありまして、ちょっと私は怒ってます。って言ってもそうでもないっちゃけど、先日、マクドナルド24時間生活で5000キロカロリー摂取したら何キロ太るかっていう動画を上げたんですけど、その時に過去一太ったんですよね。57キロぐらいまで太っちゃって、コメントとか DM で、デブですねとか、太ってますねって言ってくる方がいるんですけど、あのね、私ね、一応ね、身長163か4センチあるんで、一般的に見たらそこまでデブじゃないと思うんですけど、164センチの場合標準体重が 59.2キロ、163センチの場合 58.5 キロが標準体重なんですよ。なのでそんなにデブじゃないんですよ。なのでそんなにデブって言わないで。身長って公にしてないし、基本さ、私上半身しか映らんけん、身長がどれくらいかってヒントこんかったけん、体重57キロだけ聞いたらさ、え、この人身長いくつなんて思われた方はすごい多かったと思うんだけど、それはね、わかる。でもさ、57キロっていう体重だけ見てさ、デブだのなんだの言うのさ、やめて。でも、最近ね、ダイエットをしてるので、頑張って痩せようと思います。あと、やっぱりこう、一応ね、YouTuber として表に出る仕事をしてるので、見た目がいいに越したことはないので、頑張って痩せます。はい。では早速皆さんからの質問にいろいろと答えていきたいと思います。まず一番多かった質問が、好きな人できましたか？彼氏できた？っていう質問が一番多かったんですけど、実はですね、皆さんにご報告がありまして、実は彼氏ができてないんですよ。毎日仕事しかしてないからね、全然出会いもなくて、恋愛しと暇がないね、今は。っていう感じかな。好きな人も彼氏もできておりません。続いての質問が、将来的に子供は欲しいですかっていう質問だったんですけど、今のところ欲しいとは思わないかな。結婚願望もないしね。ちょっと前にさ、知り合いにさ、子供を産まないと老後困るよとか言われたんやけどさ、そんなんでさ、子供産んでもさ、生まれてきた子供からしたらさ、マジでいい迷惑じゃない？親のために生まれてくるって何って私だと思っちゃうけどね。出産ってほんと命がけだと思ってて、自分の全てを犠牲にしないといけないと思ってて、自分の体もそうだし、時間とかお金とかやりたいこととか全部を犠牲にしないと子育てってできないって思ってるんですよ。ただ私にはその覚悟がないので、だったら産まない方がいいんじゃないのかなって思ってます。ただね、まあ、今後ね、誰かいい人ができたりとか、授かってしまった時にはその気持ちも変わるのかもしれないけど、今のところはね、子供はいいかなって思ってます。続いての質問です。今までどんな仕事してましたか？学生の時は飲食店でバイトしてました。普通に皆さんが知ってるようなチェーン店です。どこかは内緒やけどね。学校卒業してからは、一番最初化粧品会社に就職して、美容部員として化粧品の販売をしてて、そこ辞めた後はずっとコールセンターかな。なんで、まあ、コールセンターの仕事が長いです。一番今も会社員のお仕事はコールセンターやってます。お盆は何する？この動画上がる頃にはもうお盆が終わってる時だと思うんですけど、撮影してるのはちょうどお盆期間中の
なんですけど、お盆はですね、毎日仕事でございます、私。普通に会社行ったり、YouTube の撮影したり、編集したりで、毎日バタバタしてる感じだと思います。台風7号が接近してるから、みんなのところは大丈夫だったかなっていうことがちょっと心配ですけど、皆さんのところは大丈夫でしたか、台風。本州を横断するみたいな感じじゃん。関西とか東海地方のあたり、ヒューって行く進路コースになってるから、大丈夫かなと心配しております。私の視聴者さん、大阪の方が一番多いので、大丈夫ですか？会社員と YouTube の両立大変かと思いますが、モチベーションの上げ方ってありますか？モチベーションの上げ方ね。そもそもね、私の辞書の中にモチベーションっていう言葉がないのよ。例えば、会社に行くこととか、YouTube の撮影することって、自分の中で習慣化されていて、もうそれをするのが当たり前というか、もう逆にしないと気持ち悪いっていうレベルになってるんよね。もちろんさ、朝起きて、ああ、今日布団から出たくないなとか、会社行きたくないなとか思うことってあるっちゃけど、とりあえず何も考えずに無の状態で準備して、会社にとりあえず行ってしまえばさ、なんとかなるやん、意外と。ベルトコンベアでさ、乗せられてさ、ガーって行ってるみたいな感じでさ、とりあえず会社行って、せんといけんことをとりあえずやってれば、あ、今日も一日終わったみたいな感じになると思っちゃうね。それの繰り返しなのかなっていう風に思ってます。人間やけんさ、どうしてもやる気が出ない日とかさ、本当に今日何もしたくない日って絶対あると思うから、別にそういう時はね、まあ会社休んでもいいと思うし、好きなもの食べてさ、いっぱい寝てさ、のんびりしとってもいいと思うし、頑張ってるんだから別にサボってもいいんじゃねって思いますよ。周りはさ、なんかみんな頑張ってるとか思うかもしれんけど、意外とね、みんなね、悩みながら生きてたりとかするもんやと思うし、マイペースでいいんじゃないんですか？最低限やらんといけんことだけやっといて、適当に生きてもいいと思う。やばい、サムネ撮ってね。お腹空きすぎてさ、サムネ撮ること忘れとったけど、どうしよう。これが最後の質問かな。昨今の誹謗中傷についてなんですけど、最近多いですよね、この話。私は特段触れるべき内容ではないのかなって思ってたんで、あえてその話題には乗らずにずっと黙ってたんですけど、何件か来てたんですよ。最近こう話題になってるグループ YouTuber いるじゃないですか。名前出していいのかわからんけん、あえて伏せとくけど、そういう誹謗中傷が原因で、ね、亡くなってしまった方とかもいらっしゃるじゃないですか。そのあたりについてどう思ってますかとか、逆に心配して最近何か言われてないですかって言ってくださる方とかもいたので、私の考えをね、話しすると、正直誹謗中傷っていじめと同じでなくならないとは思うんですよね。ゼロにするっていうことは難しいのかなっていう風に思ってて、だからといってなくならないよねっていう言葉だけで片付けていいのかって言ったらそうでもないと思ってて、さっき言ったね、亡くなった方とかもいるし、必要以上に叩かれちゃってる人とかもいるのを見てるので、私自身がすごく見てて思うのが、間違った承認欲求の得方をしてる人ってすごい多いなと思ってて、 YouTube のコメント欄とかにちょっとこう嫌なコメントをしてみたりするじゃん。それを見た他の視聴者さんがいいねをしたりとかコメントをしたりっていうことができるじゃん。だからそのいいねを稼ぎたいがためにちょっと意地悪なこととかトゲのあるようなこととかを言ってる人が多いなっていう風に思ってます。言葉ってただの文字にしか見えないんだけど、悪口とか嫌なコメントって鋭利な刃物でぐさぐさ刺されてるような感覚になるのよね。もちろんこれって人によって耐えられるキャパっていうのも違うと思うし、嫌なことが続いてる時にポンって言われた言葉がすごいぐさってきたりとかすることとかもあるのよ。普段やったらそんな気にならんちゃけど、最近嫌なことが続いててとどめを刺すじゃないけど、いつもやったら20ぐらいしか食らわんのに80ぐらいなんか HP 減っちゃうみたいなこととかってあるのよね。私って普段コールセンターで働いてるから結構ね、クレーム対応すること多くて、お客さんから貴様急めにして
お前の家突き止めてやるとかめっちゃ言われるのよそう、日常茶飯事で結構言われるのよね。私は多分私もともと体勢が多少人よりある方ではあると思っちゃう。もともとそうやって言われ続けよったけ、やっぱそれでもね、心が折れそうになる時ってあるし、こういうこと言うとさ、もう絶対言われるのがさ、有名勢だから仕方なくねって絶対言ってくる人おるっちゃけど、あのね、有名勢だから仕方ないっていうのはうちらが言う言葉であって、世間が言う言葉じゃないからね。本当にみんなからの意見っていうのはちゃんと聞くし、まあ、その通りやなって思うこととかも多々あるから、そういうことはね、ちゃんと真摯に受け止めようって思ってます。視聴者さんには確かに発言する権利っていうのはあるとは思うっちゃけど、ただ本当にね、あなたが言った一言で本当人一人こような時代になってきとうけん、書き込みする前に一回ちゃんと考えてほしいなって思います。普通に誹謗中傷でバン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 訴えられるような時代が来ると思ってるので、どうせこいつ訴えてこんしいいやとか、自分のストレスの腹いせぐらいでわーって書き込んどんのかもしれんけど、本当にその一言で人生狂っちゃうっていうことが起きてくると思うから、気をつけた方がいいんじゃないのかなって思います。発言をね、気をつけないといけないのは私の方もそうなんだけど、お互いにとってね、生きやすい世の中になっていけばいいのかなと思います。私はね、これからも私のこと好きって言ってくれて応援してくださってる方のために頑張っていきたいなって思ってるので、引き続きよろしくお願いします。定期的にね、体調のことだったりとかさ、アンチのことだったりとかさ、こういろいろ心配して連絡くださる方がいるんですけど、本当にありがとうございます。 DM はね、全部返せないんですけど、本当に私の視聴者さんみんな優しいなっていつも思ってるので、本当に嬉しいですごちそうさまでした。全部食べ終わったと見せかけて、さっきショート動画でスタバのトールサイズの飲み物をね、4つ買ってきてるので、それをね、今から飲み干さないといけないんだ。これまだ全然残ってるんだよ。8割以上は残ってるから、これ全部飲まないといけないんだけど、トータルで今日ね、3000キロカロリーぐらい取ってるよ。やばいやばいまた太ってしまいそうなんですけれども、お盆期間中の撮影でどこにも行きたくないので、プラススタバの新作が飲みたかったので、このような企画にしました。本日もご視聴どうもありがとうございました。この動画がいいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。